え、今のってことですか。そう。うわぁ、ね、俺でもね、最近、うん、これね、さっきの演奏でもちょっと思ったことがあって、うん、俺前まで、うん、演奏の基本的な部分、うん、めっちゃ筋肉やったんですよ。うん、こう、動かして、音を出すっていう方に、うん、ほぼ意識がいってたんですけど、うん、ここ何ヶ月かで、うん、なんかふと、うん、あ、違うかもと思ったんですよ。うん、やっぱり相手の音とか音の情報をキャッチしていかないと合わないし、はいはいはい、なんか例えばプロミュージシャンの人とかは、うん、それ普通やったりするかもしれないですけど、まあ、俺も自称プロなんですけど自称いや、ほんまに、でもやっぱ結構一人でやるのが多い人って筋肉使いがちなんですよ。なるほど。でちょっと俺こう演奏しながらもなんか聞くようにしたら、あ、ここにいるんだなってすごい最近分かり始めて、はいはいはい、なんか面白くなってきて、うん、あ、俺思ってたのって調子がいい時は多分相手の音聞けてたんですけど、うんうん、メインは自分の体っていうのに気づいたから、あ、うん、聞き方全然違うなと思って。どうですかこのテーマ。深い。ありがとうございます。深いなぁ。はい、周りの音聞いてるっていう、はい、感覚は、うん、それは確かにそうだわ。言われてみたら。そうっすよね。いや、あのね、俺は偉そうに言えないんですけど、俺マジでそれが、聞いてるんですけど、なんかね、合わしてるってよりかは、あの、メトロノーム的感覚でしか合わしてないんですよね。なんか、か、そこが合ってれば、なんか合ってるような気がしてたんですけど、多分、なんかそうじゃないんだなと思ったんですよ。あの、少なくとも僕はそうじゃない。そうっすよね、うん。いや、そうじゃないんだろうなと思ったんですよ、最近。やっぱね、音聞かないと、あの、家でやる分には多分あんまり問題ないのかもしれないですけど、うん、メトロノームでやってるとかは。うん。だからやっぱね、そういう違いがあるんだと思うんですよね。俺がどういう風にやってるかでしか言えないけど。あ、全然めっちゃ聞きたいっすわ。その、はい、うまく言語化できるかどうかわかんないけど、はいはい、さっきみたいな2人で やるセッションっていうかさ、はいはい、こういうのってさ、はい、あの俺の感覚では、はい、ここにどういう音楽ができるかを考えてるだけなんだよね。はいはいはい。だからもちろん西尾くんのやってることも聞いて、でそれに俺が何をやればここにできる音楽がどういうものになるかっていうのを、はい、イメージしてる感じなんですよ。だからもうあの CD を聴いてるようなのがこう同時に出るってことですよね。そういうこと。だからね、わかります。ちょっとこう幽体離脱してるんですよ、はい、そのギターを演奏してる自分とそれを聴いてる自分がいて、はいはい、その割合の問題なんだと思うんだけど、はい、さっきみたいなやつは、はい、別に俺西尾くんに対して、はい、早弾きを挑む気は全くないので、はい、こっちの弾いてる方は、はい、別にそのバカテクを披露するっていうことを全く意識してないので、うん、こっちの割合は低いんですよ。こっちの割合がでかい。はいはい、弾いてる割合がでかい。だからこの空間でどういう音楽が今できるのかっていうのを、うん、もうちょっとこういう風にしたらもうちょっとこういういい感じなんじゃねっていうのを常に、はいはい、はあ、聞きながらそれを探しながらそれをこっちに命令してるような感じ。はいはいはい。それで音を出してるって感じってことですもんね。そう。いや俺ねほんまそうだと思うんですよね。だからセッションとかも多分もう全然それじゃないですか、多分。本当はね。ね、そうだと思うんですよ。本当はで、やっぱねセッションとか俺もそうなんですけど、なりがちなのはいかに自分のできることをなんか出そうとする方にシフトするんですけど、 それなんか俺あれ X で何か言ったかな、うん、ああそうなんですか。でも、うん、やっぱねなんかね常にズレを生みながら、うん、なんかいまいちあったなって思いながら終わることがほとんどなんですよ。で その原因って多分なんかこう自分のテクニックがうんぬんかんぬんじゃなくて、うん、もう全体が良くなってるかなってないかが俺結構大きいな気がして。あ、そう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 、あれそうそう、ね、そう、全体が良くなったら多分自分も出やすくなるし、うん、なんかコントロールしやすくなるから、うん、まずは場をこう作ることの方が絶対にそうあれ大事なんですよね。そういやそうなんですよ。だから俺なんかは別にもう、はい、
バカ的も何もないし、その映える、はい、あの技術なんて全くないんだけど、はい、例えば友達のセッションに遊びに行った時に、はい、いや、志子さんいいっすねとかって言われるのは、はい、いやいや、俺よりすごいことやってるやつ周りにいっぱいいるんだよ。あ、テクニック的にみたいな。テクニック的に。あ、はいはい、だけど、うん、そういうふうにいい反応をもらえるっていうのは、うん、それは単純にそのセッションでみんなで演奏した時にできた音楽を良くしようと思って、俺いらない時はいらないし、でガッと行った方が良ければガッと行くし、渋く行った方が良ければ渋く行くしっていうのを、その出来上がるアンサンブルを考えて弾いてるだけで、周りの反応としてはそっちの方がいいのよ。ああ、そうっすね。確かに確かに。本来はね。本来は。だけど、うん、ほら、セッションっていろんな最近多いじゃない？都内でも、ね。ああ、確かに。セッションする場多いですね。全国でもセッションになってる場多いね。うん、はい、そうなるとさ、そのセッションによってさ、いろんなその、なんていうのかな、方向性っていうのはあると思うから、うん、例えばこのバカテクを競い合いたいセッションもあるだろうし。まあ確かにそういう人が集まりやすいね。ね、そういうのもあるだろうし、うん、目的がそれぞれまあ微妙に違うのかもしれないけど、はいはいはい、本来はそのたまたまそこに集まった人たちでどういうかっこいい音楽が演奏作り出せるかっていうことが、うん、あのメインだと思うから、確かにね、それは心のどっかに置きつつも、うん、まあそのセッションによっては、うん、あの俺こんなんですけどどやっていうのも筋肉を見せる。そう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 。それも全然ありだと思うから。確かに確かに。そうっすね。うん。ただそれまあでも本来はそうだよね、うん、セッションってね。いや俺はやっぱ結構テクニック寄りの筋肉寄りの人間だったのって初めて自分で気づいて。ああ。そこで初めてそういう、あ、違うんじゃないのかなと思えたんで。うん。いや、そこになんかこう気づいた方が。うん、なんかこう自分の良さも絶対出しやすいと思ったんで、セッションって多分そういうもんなんじゃないのかなってちょっと薄々最近そう、ね、気づき始めたというか、だからまあすっごい真面目に練習して、はい、これ用意して、ああ、はい、これぶっ放してやろうみたいなことでも別にいいんだけど、はい、もちろんそれも全然いいと思うんだけど、でも本来は、うん、あの弾かないっていう選択するのも確かに良さだから。そうなんですよね。そう。で、シンプルなことをあえて選んでるっていうのもその人の良さだからさ。そうなんです。その人の能力というか。だからそれも案外聞いてる人は感じられますよっていう。俺ね、なんでそう思ったかって言ったら、自分の演奏とかを撮ったり毎日してて聞いてる時に、いらねえなって思うことよかったんですよ。ああ、それあるよね。で、わかる。でもその場ではもう必死に、なんか入れちゃう自分もいるんです。ほんでなんでかなってなったら、やっぱ聞いてねえなと思って、筋肉自動演奏スイッチ押したりする時あるんですよはいはいはい、ピーって勝手に動いて、こう余計なこと考えるんですけど、その余計なことをなんか考えてる時の筋肉演奏は、いや、カットしてもいけるなと思って、うん、なるべく減らすとか。そうだね、うん、なんか最近ちょっと、まあ、本来はそれがいいと思うけど。そうですよね、うん、まあで、この後、イングベイ見たら、まあ、でもね、俺、ちょっとね、イングベイとかで思うのが、なんか、そういういっぱい弾く人なんだろうなと思って、イングベイ見たらいっぱい弾いてるんですけど、うんうんうん、やっぱり、ちゃんと、演奏してるんですよね、ラインを。いやそうでしょう。グルーブというものを演奏しながら。だから、ガチャガチャしてるようでしてないんですよね。だから、はい、イングベイはの頭の中では、うんうん、あの、あれが、あの、いい音楽なんだよ、多分。それを素直に出そうとしてるだけで。そうなんですよね。そう。あの、テクニカル、ドヤじゃないのよ。いや、本当にそう思いますわ。そうだと思う。だから、あの、あんま弾くなってイングベイって言われても、なんでやねんってなってことですよね。あの人にとっては。そう。俺はこう、これを描こうとしてるんだみたいな。そう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 、そういうことだと思う。いや、ただ、あの、考えてることは一緒なんだけど、表現の仕方が、うん。そうですよね。違うだけで。いや、めちゃくちゃいい回になりましたね。え、そうかな。ちょっとマニアックで。マニアックというか、うん。いや、こういうのを求めてるんですよ、実は。いや、いいのを撮れましたよ。